じゃあもう一度お願いします。もう一度言います。八木山動物公園の色男、森下桃井です。はい。2年目でまだまだ話せること少ないですけど、いろんな話頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。アフリカゾウ担当の一条です。これでもあの20年水がかりやってます。まだアフリカゾウ担当して4年目なんで、他の話とかもしたいなと思ってます。よろしくお願いします。はい、よくですね、寒くないんですかって言われます。杉山です。よろしくお願いします。それでは早速なんですけども、今日はびっくりしたお話っていうことで、皆さんね、みんなね、びっくりした話いっぱいあります。聞いてもらいたいと思います。ところで森下君、今年2年目ということで、去年は1年目だったわけです。で、見るもの全てが、びっくりすることだらけだったと思うんですけども、まずじゃあ森下君、何がびっくりしたでしょうか。はい、動物園来ていろんな動物いたんですけど、一番びっくりしたのは杉山さんと共通点が多いところですよね。まず誕生日が 1日違い、あとお父さんにそっくり、よく食べる、いろいろありましたね。これこうマイク、ね、え、お父さんそっくりってことは随分お父さんハンサム。じゃあ、あの動物のこともちょっとお話ししてもらいたんで、あのベテランの伊藤さん、よろしくお願いします。自分があの動物園に来て最初に担当したのがダチョウとシマウマで、最初に獣舎の中に入ってきた時に檻になってるんで、当然結合子とかこの上にあの金網がかぶせてあるんですけど、この金網が結構ベコベコになってたり穴が開いたりする部屋があって、これどうなしたんですかって言ったら、ダチョウが蹴って破ったっていう話を聞いて、でダチョウの蹴りの威力がどれぐらいっていう話になって、でその先輩の飼育係の人が人間の骨ぐらいなら簡単に折れるとか、肉が染め落ちるとか、そういう話を聞いてて、でそれから1年後ぐらいに油断してダチョウに突っ込まれて蹴られたことがあって、でその時に痛いことは痛いんですけど、ここにいるんですけど、一回だけ遠くから走ってきて飛び切りしたのを見たときはすっごいびっくりしました。その時はフェンス越しだったんで跳ね返っていくと思ってたんですけど、本当すごいなって思いました。それが一つ目終わり。